燃焼している可燃性ガス可燃性ガスとは、継続的に燃焼する性質のある機体のこと。可燃物の一種である。他の可燃物同様、通常環境において着火した場合に燃焼する。可燃性ガスの特徴として、広い空間に高い密度で存在する場合、ガス爆発を伴う、激しい燃焼を引き起こす原因となる。 空気中において以下の性質のうちいずれか、または複数の性質を持つ。可燃性ガスは一部の例外はあるものの、単体では燃焼や爆発の危険は極めて少ない。燃焼や爆発が引き起こされるには、酸素などといった除燃性ガスと一定割合で混合され、温度などの条件が満たされた時に燃焼爆発を起こす。 可燃性と毒性を合わせ持つガスもある。また燃焼後に毒ガスを発生させたり、化学変化するものもある。GHS の高い可燃性を示す表象。GHS の高圧ガスを示す表象。大抵のガスは圧力をかけて保管しているため、閉器される。GHS に基づく可燃性ガスの定義は、下記のように定められている。さらに、 この定義に該当するガスを危険性の高さによって2つの区分に分けて注意喚起を行う。GHS で定義されている可燃性ガスは国際航空運送協会が定める危険物に関する規則の対象物品に指定されている。したがって航空機への持ち込みが禁止され国際郵便においても郵便物のいずれの種類及び輸送モードであっても 送付することができない。管理保存のために液化してある場合も、液化可燃性ガス、または単に、可燃性ガスと呼ぶ。ガス燃料もここに含まれるが、本来燃料としては使用されない機体でも、科学的に可燃性を有していれば、可燃性ガスと呼ぶ。可燃性ガスのガス漏れは、火災の原因ともなり得る。 ガス漏れによる爆発や火災事故を防止するため、ガス漏れを検知するための装置が備え付けられる。また、高圧ガスの取り扱いには、特定高圧ガス取り扱い主任者資格、特定の化学物質を取り扱う際には、特定化学物質作業主任者資格などの保有者が必要な場合もある。保存のために用いられる容器は、ボンベと呼ばれ、火器のような仕様になっている。 詳細についてはボンベを参照。これらのいずれかに加え塗料で赤色、または赤字に白文字で、年の文字とボンベの所有者名を書き示し、内容する、ガス名と、化学式あるいは SG、LP の文字が刻印されている。法令によって、下記の物質が可燃性ガスとして定義されている。また、空気や水と接触して、発火したり可燃性ガスを出す物質は、 第三類危険物として、消防法で定義されている。GHS 文書改定初版 IATA、DGR 第三章2.1引火性ガス、ハット IATA、DGR 第二章制限第七項微量危険物として、輸送できないものハット IATA、DGR 第二章2.8項少量、危険物として輸送できないものガス工作物の、 技術上の基準を定める。省令第22条。ガス工作物の技術上の基準を定める。省令第22条。不修措置。e ガブ法令検索。総務省行政管理局。2019年12月31日閲覧。2018年4月1日施行分スプレー缶の東京消防庁発表資料火災に注意。 注意喚起川口支配器物対策課を知らせ、エアゾール勘、ライターの捨て方について、h t t p w w w c i t y c a w a g g l g j p k b n 2 8 0 5 0 0 0 8 2 8 0 5 0 0 0 8 h t m l 陽気保安規則第8条から第12条。陽気保安規則第8条。e ガブ法令検索。 総務省行政管理局2019年12月31日閲覧2019年7月1日施行文、一般高圧ガス保安規則第2条の1一般高圧ガス保安規則第2条 e ガブ法令検索総務省行政管理局2019年12月31日閲覧2019年7月1日施行文、 ありがとうございます。